イルティスは、ドイツ帝国海軍のイルティス旧砲艦。イルティスは1897年に、シーヒャウシャ団地秘蔵戦所で寄港された。1898年8月4日に浸水し、12月1日に、ドイツ帝国海軍で運用が開始された。イルティスはまずアジアに拠点を置く、東洋艦隊へ派遣された。その他にも、防護巡洋艦カイゼリンア・アウグスタ・ハンザ・ヘルタイレーネ。 希望ご巡洋艦、ゲフィオン、ホーカニアグアルなどが派遣されたが、間もなく、清で、ギワダン事件が勃発すると、ビルヘルム2世は8カ国連合軍に加わりギワダンの反乱を鎮圧する構えを取った。そのためイルティスは、アルフレート・フォン・バルダーゼ式の下、ブランデンブルク級戦艦4隻を中心とする大艦隊に組み込まれた。 第一次世界大戦勃発直後の1914年、軽巡洋艦ムデンが、ロシア帝国の可客機戦リャザンを打破した。ジンタオに係留されたリャザンは、砲艦イルティス・ファーターランと、非防護巡洋艦コルモランなどの兵士や兵装を搭載し、仮装巡洋艦コルモランへと再建造された。そのため、兵士や兵装などを抜かれたイルティスは無用となり、 1914年9月28日に、自沈処分された。イルティスの姉妹艦である、ヤグアル、ティーガー、ルックスも、チンタウの戦いの最中に自沈処分されている。グローナー、ピアニッシモ、142、153ペリー、P28 ハーウィック、P106 ヒルデブラント、RHR、アンドシュメッツ、P196 グローナー、P143。ありがとうございます。